はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。ういういつうことって、本日はですね、イングベイ強いらしいじゃねえかよということで、最初にスタイルチェンジが実装されたイングベイを使った動画では、僕もね、軽く喋りに夢中で見落としてたんですけど、イングベイと実はバレンタインカシウスのダメージ、アビリティダメージがトントンぐらいだったんですよ。そう、カシウス、つまりサンガビを使って、実質イオだよね、リミテッドイオ、トコ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 、フラワーディーセブン、トコ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 ってめちゃくちゃなダメージを出すカシウスとアビダメを張っていたイングベイという存在を、私、目が不死の穴なので、ちょっと見逃してしまったんですよ。ちょっと今回は、そんなイングベイ強いっすよ、みたいな。排水運用どうすかみたいな感じで言われたんで、ちょっと今回使ってみたいと思います。編成はこちら、ランスロット、イングベイ、コルルということで、俺一つあるのよ。水着ジャンヌを持ってない。これね、水着闇ジャンヌを持ってないっていうのは結構苦しい部分がありまして、水着闇ジャンヌ、イングベイ、コルルみたいな排水構成が強いらしいですね。性能も見てたんだけど、水着ジャンヌ。1アビ使ったら追撃とかもあるし、19ターンだっけ、死なないんですよね。19ターン不死身状態ということで、すごい面白そうだったんですけど、残念ながら持ってないということで、今回はコルルとイングベイを採用しました。イングベイは3アビを使うとね、HP が 50% 消費されて、ボコボコボコっていう風にできるんで、HP を消費しながら排水で戦っていくっていう構成だな。で、武剣性はこんな感じにしてみた。どうですか？アビダメ排水特化型ですね。排水に関してはエスナってやつ、これが合気スキルを持ってて HP が少ないほど余ダメアップっていうのがついてます。これによりクリティカルビルドがいらなくなったんですよ。そう、ワムデュスナイダリアになんか苦労することはなくなりました。ワムデュスナイダリアって技巧4本必要なんですよね。技巧確定プラスワム2本っていう形に考えると、やっぱどうしても枠を圧迫していた。関係ありません、こちらの方は。なんと2本以上入れるだけということで安心安全ですね。で、手こきグローブですね。こちらの方が、刹那排水だね。排水中になってて、結構 HP が減りやすい環境だなと思ったから、雪の霜柱、冬の霜柱、これを入れるのはやめました。こちらの方も排水ついてんだけど、こっちはどちらかというと、後陣によってるんだよな。後陣中、クリ率中、ね、排水症。だから、こちらの方の、後陣症、クリ率症、だけど、排水が中になってる。排水を意識したスピリットオブマナを、多めに採用しております。はい。で、新武器のクラリオンですね。こちらのクラリオンは、アビリティダメージ上限をゴリゴリに上げることができて、さっきもちょろっと言ったんだけど、イングベイの、ダメージソース、主なダメージソースってこのディサイブルスオブヘルってやつなんですよ。これの効果がHP が 50% 以下の場合に自動発動するっていう効果がありまして、これによりですね、アビリティダメージ、通常攻撃のダメージもとんでもないんだけど、アビリティダメージもとんでもないっていう風になってんだよね。アビリティダメージ目的で本日は採用しました。週末がアビ上限になってるので、効果量としましては、アビ上限値最大の 100% っていう風になっております。ごめん、そうだ、クラリオンの覚醒してねえんだ。アビダメ上限は実質 100%。安心安全。はい。で、こちらの方、今回マグナスね。なんかマグナでも変わんねえんじゃないか、紙してもマグナでも大して変わんねえんじゃないかってことで、今回はマグナを採用してみた。一応エスナの排水スキルが、紙石になってるんで、エスナの排水を考えると基本的には紙石の方がいいっちゃいいんだけど、マグナでもやりてえっていう、そんな欲が詰まっております。なんと無課金セットなんと無課金セット。それじゃあ、こちらの方を試ししてみましょう。でもなんかここまで来たらさ、本当に闇ジャンル試してみたくて仕方がないんですけど、エリベーションマークな。よし、それじゃあ行きます。よろしくお願いします。主人公は、今回バイキングで多神人を採用。やべえ、死にそう。あんたら生きてけんの？あんたら大丈夫かい？あんた大丈夫かな？嫌な予感がしてきた。いや、行けるとこまで見よう。大事なのは行けるとこまで見ること。前回のイングベイの失敗は、回復キャラクターを入れたことだったんですよ。回復キャラクターを入れたことによって、イングベイが最初から、攻撃をするっていうことができ、いいダメージだ。いいダメージだ。
最初からいいダメージを1アビの自動発動を与えることができなかったんですよね。それによってちょっとパワーが落ちてたんじゃないかと。真のパワーは回復なしにありですね。まあ修羅系統のスキルですよね。 HP が初手から減りますよっていう修羅系統のスキルも組み合わせた場合、回復キャラクターを入れても問題ないかなっていう感じはするんだけど、まあ、今回は修羅系統を採用せずに普通にやってみました。修羅系統を採用した場合はさっきも言ったんだけど、バレンタインカシウスが採用できて、なんでかっていうと、イングベイってアビリティの回転率がすごいいいんだよね。奥義を使用時にアビリティ使用感覚が、これにより1アビが自動発動ディサイスオブハーブ、これによってですね、なんだっけ、奥義効果でアビリティ使用間隔2ターン短縮があるんだけど、3アビの効果も短縮されるんだよね。だから、まあ、5ターン6ターンぐらいかな、大体5、6ターン目ぐらいで、2回目の3アビを打つ。で、この3アビっていうのは自分の HP の、5割を消費するんですよね。現在 HP の5割を消費するので、回復が間に合わない、バレンタインカシウスの回復が間に合わず最初から使えるようにしたいですっていうのであれば、まあ、基本的にはイングベイは修羅スキル1本入れることによってバレンタインカシウスと共存が可能かなっていう感じが個人的にはしています。はい、ディスペルがねえのきつそうだな。これなんかバジラの方が良かったかもしれん。でもね、なんか今触っててすごい思ったけど、回避カウンターが偉いわ。あ、一人目が落ちてしまった。ね、回避カウンターが偉いね。攻撃ミスになってる、さっきから。攻撃がミスになったことによって、いいダメ出とるな。で、今回はエスナを採用することによって、ワムデュスナイダリアがないよっていう話を最初にしたと思うんだけど、まあ、ワムデュスナイダリアとエスナって同じぐらいなんですよね。違うわ、同じ4ダメアップ効果量枠だよね、確かね。そう、ディサイスオブハー。それによってですね、まあ、結構なんか辛い役目を水の排水ってありえそうで、ちょっとな、どうなんだろうなっていう感じはする。ディサイブスオブヘルディサイブスオブヘルドゥ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 ザワイルド 50% いけ、 55% 50% いけるかこれ。いや、いけねえだろ、特殊技食らっちゃいそう。フルメタルデストロイ394万。はいはい、あ、でもやっぱ HP 高いゼタは結構大変なことになってますね。シャタルドリアはエロすぎる。あー、残念、ちょっとダメでしたね。なるほど、ディスペルが欲しそうだな。バジラ採用してみよっか。はい、編成を更新してまいりました。今回はカシウスを採用してディスペルを使います。3アビ使った後にアビリティ連打してミラージュサインをぶちかましまくろうで、ディスペルを持ってこようっていう。バジラ採用しようかなと思ったけどカシウス採用した。で、コルルイングベイになってるんだけど、まあ、今回は HP が回復しちゃうんで最初から、使いたいじゃないですか、イングベイのアビリティを。となると、じゃあシュラつけるかってことでブロッサマークスを採用しました。これにより HP が最初から 80% で、イングベイが3アビを使って 40% まで HP が落ちるので、2アビですね、スタックエッジを使ったとしても HP が 50% 以下になっている。つまり1アビが1ターン目から自動発動するっていう寸法ですわ。で、それ以外の部分としてはアビリティの4ダメ上がるからナイトオブアイスちょうど持ってたんで突っ込みました。あともう1本、アトランティスですね。アトランティスは排水大剣手大ということで、今回の企画に大変沿っている優秀なウェポンとなっておりますので2本採用しました。1本4凸1本無凸、無凸状態でも排水大剣手大がついているので優秀なはず。はい、それじゃあ早速いってみましょう。今度こそ芝よ。芝ってマジでディスペル大事だよな。芝なんならディスペルさえあればどうにでもなるまであるもんな。なんでさっき入れなかったんでしょうね、わかりません。はい、行きましょう。で、これで HP が初手から 80% になっているんですが、まあ、ノルデンハルによってね、通常攻撃のダメージは先ほどから上昇しておりますので、で、多神人を採用しているのも HP を減らすためですね。そういえば言ったっけ、言ってないかもしれない。さあ、これで HP が 40%、で、1アビ280万、2アビ280万、2アビバンバンバン100万、2アビ100万、からのミラージュサインディスペル。
あ、今回マリアテレサを採用してるんで攻撃力ダウンの恩恵も受けることができます。でスタックエッジを採用したので HP が全体回復してしまいました。 50% 以下になると大変なんだけど 50%、 あ、じゃあ 50% 以上になると大変なんだけど 50% 以上にならないようになってるので、安心安全、うん。まあ、あとあれですね、バレンタインカシウスの HP も修羅によって最初から減らせてるんで、ここはまあやっぱ優秀なポイントかな。うわー大丈夫か、ディスペル、敵のディスペル事情によって大変なことになりそうだな、これ。いいよいいよ、どうなるどうなる、カウンターカウンター、あ、まだ 50% 以上にはなってないわ。さあ3アビ発動ザ・ワイルド、あれちょっとこれは HP50% 以上いっちゃうんじゃない、ウォウォウ、 HP ちょっと 50% 以上いっちゃうんじゃない、ウォウォウ、うん。いやまあでも最初のしばらくのターンの間は、50% 以下でその恩恵を受けたんで、2回目のサービが発動したらもうほぼほぼ確実にもうバレンタインカシウスがどんだけ必死に回復しようとも、もう傷は深くなってますよ。もうイングベイの傷は深くなってるんですよ。俺は大丈夫だ、伊達と水鏡の、あ、やっぱそうだ、 HP が 50% 以下になってない、 HP が 50% 以下になっていないことにより、かわいそうなことになっております。はい、まあ、ただ次のターンに奥義発動したら3アビが、あ、 HP50% 以下になるか、ならない、ということでね、まあちょっと HP ギリギリだな。まあもう一本ぐらい、もう一本修羅を入れれば安定するけど、まあそんなになんかこう最初の1アビに目くじら立てる必要もねえだろっていう、まあそんな気持ちもありけり、はい。いや、いいダメ出とるよ、コルルが。通常攻撃90万からの、これで、次はイングベイが3アビ上がるんですよ。3アビが上がると HP50% 消費、もうこうなってしまえば止めようがないですね。でここから排水の効果とかも得られるっていうような話。あ、もう1本2本エスナ入れてもいいかもね。エスナってあのヨダメアップなんだけど、まあ、2本で一応上限に行くんだけど、 HP1% の時に6万だったかな、そう、最大6万とかだった気がする。2本で、まあ、あの上限が10万なんで、まあ、2本あれば一応上限の10万には行くんだけど、まあ、あの10万に行くためには HP が本当にコルルレベルまで下がってないといけないんですよね。まあ、今だいたいコルルが HP5000 ぐらいだけど、この HP で多分ギリチョン10万行くか行かないか、もうちょっと増やした方がいいかもね、こうやって見てみると、あの剣手ってやつを。さあこれで、うい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 、ルナネコラッシュン。いや、コルルがどうなるかな、これ。HP4000 だけど、生きていける？お前生きていけるか、コルル。生きていけるやん。いいやん、いいやん、いいやん、いいやん。そう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 。これ大丈夫？やばい、どんどん HP が、伊達と水鏡によって HP が減っていく。50% の特殊って大丈夫なやつだっけ？これ、動かないやつ？モンハンで改造クエストをもらう小学生のモノマネします。これ、動かないクエ。モンスターハンター 4G で改造ギルクエをもらった小学生のモノマネ、これ動かないやつ。シャトルドリア、まずい、頑張れ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 、生きろ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 、生きた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 、あ、不死身があったんだ、不死身が、一度不死身があった気がするね、そう言われると、うん、まずい、ここが分水嶺と言われている、ここが分水嶺だ。待て、カウントある？カウントあるかな？大丈夫かな？テンペスティングブレイディング。頑張れ。攻撃届くな。イングベイ、お前の力を第三の目が開眼してしまった。あなんか倒れたわ、誰も救援来なかったけど。いやでもね、排水って難しいよ、こうやってやってて思うけど。HP50% 以下なら、まあでもなんか見てみましょうか、アビリティダメージ。いやー、これはね、でもちゃうね。これはちゃうわ。途中で落ちたからね、伊達と水鏡の男は。うん。それで出ていたこのダメージと考えると、コルルと比較すると、まあやっぱパワーはあるタイプのキャラクターなんだろうな。だからコルルってさ、HP ほぼギリギリ状態でさ、バトってたけどさ、
こんぐらいやん。まあアビリティ数が多いからどうなんだろうっていう感じではあるよね。結局俺の意見としては闇属性のコルルみたいになるんじゃねえのっていう感じはしていて、そう、闇コルルってさ HP が 50% 以下になったらチェストが自動発動するわけじゃないですか。結局そのノリになってんじゃねえのかなーっていう風に思ってたんだけど、まあ、やっぱ3アビとは3アビがあることによって少し違いますね。コルルは、HP が少ないほど高バップ、瀕死状態の場合短種類時チェストが発動、一度だけ戦闘不能にならない。まあ、これ以外に、まあ、既存のコルルと似てるなって思ってたんだけど、ここからさらにイングベイはトリプルアタックとかもあるから、まあ、ちょっと面白そうな感じはするよね。ただまあ排水系統ってやっぱり主人公をどうやって排水させるかっていうのすげえ大事だし、排水系の他のキャラクターについても結構問題があるから、一人だけこう排水しますってなってもまたちょっと難しい部分もあるんだよな。どうなんでしょうねイングベイ、うん、古戦場で使うんかな。ダメージは感じるけどね。まあ使うとしたら3アビ使って奥義打たないとかはあるかもしれない。3アビ使って奥義打たないとか、奥義のチェーン数をずらして単発奥義を打つとか、まあそういった動きになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ延長とかするのもヨムスボルグで延長とかもあるかもね。例えばイングベイ3アビ使ってイングベイ3使ってノルデンハル、バイキング1アビ使ってヨムスボルグで延長するとかねまあそういった動き方とかはあるのかなとは思いつつも、演出的な面で大丈夫なのかな、どうなのかな、強いのかなっていうのは気になるところでした。はい、ということで、排水で強いよって言われてたイングベイを少しお試ししてみた。まあ芝だったらねどうしてもちょっと厳しい部分があるね。うん、ディスペルが必要だから、まあ、適した敵って誰っつう話ではあるんですけど、はい。まあ、一般的マグナ2ボス、シバを相対したらこんな感じでしたっていう動画。まあ、なんかもっとおすすめだよ、みたいなのだったら教えて。それじゃ、またお会いしましょう。じゃあねん、バイバイ。